はい。あーちゃーん。iPhone 11広角レンズからお送りしております。サブチャンネルのことでございます。よろしくお願いいたします。広角レンズ担当させていただきます。柴田彩菜と申します。うん。ん？何持ってた今。え？あ、ティッシュ。びっくりした。何？あのさ、これをさ、これをさ、ここにさ、引いて。うん。それさ、あの、巻いていい？巻いていい？うん。どういうこと？あーちゃん、巻いていい？なんで？え？なんで巻きたいの？とりあえず、一旦。どういうこと？それ面白いの？うん、必要な工程だから。あ、そう。いいよ、じゃあ。うん。あ、もういい？違う、あの顔らへんも巻きたい。顔らへん。これじゃあ自分でいい感じに巻いて。だるい。なになになに、こんな感じで、こんな感じで、じゃあちょっと待っといて。へんぎらぽっぽ、ぎらぽっぽって言っといて。は？へんぎらぽっぽ、ぎらぽっぽ？あげていいよ。あーちゃん、結婚記念日おめでとうございます。巻かなきゃいけないので、ね、すごい。巻いた意味は正直ないよね。あーちゃーん、うーちん、あーちゃーん、あ、川だ。川になってる。うん、川だよ、あーちん。うーくんがなんでそんなことしてくれてるのかわからない。すごいね。なんで？だってうーくん結婚記念日忘れるじゃん。あーちゃん忘れてたでしょ。うん、忘れてた。俺のは勝ちー。うー、あーちゃん負けた。本当にあーちゃん何も用意してない。いいよ。いい。いいよ。嬉しい。でもあーちゃんは結婚記念日だから昨日飲み行っていいよと思った。え？どういうこと？だからうーくんが飲み行ったのは怒らなかったでしょ、あーちゃん。うん。それは結婚記念日だから怒んなかったんだよ。そういうことにして。そうなの？うん。うーくん、うーくん。え？こっち聞いて。うーくん、こっち聞いて。あーちゃん、いや結婚記念日ってさ、めっちゃ去年忘れてなかった？いや、めっちゃ忘れてた。だよね。去年はだって結婚式が9月1日にやったんだよ。うん。で本当は結婚式10月1日にやろうと思ったんだよ。うん。でもシーズンの 何かしらで9月になってっていう感じだったんだよね、確か。うん、でだから多分、あ、やっと終わったみたいな感じだったから、結婚記念日を祝 こう余裕がなかったと思うんだよね。ちなみに増税記念日ですね今日。そうですね、日本中がね切れてるよね今ね。はい、
うん、外歩くともう怒号が聞こえてきますからね。うわー、ハゲ、そう、ニバカぜー、なんじゃねーよーって言ってるからね、みんな。やばいな、日本が動いてるな、この年、うん、そうだね、オリンピックも来年あるし。いつ買ったの？内緒。すごい、そんな時あった？全然わかんない。かわいい。あーちゃん。ということでこれからよろしくお願いしますということで、なんかいい感じの昼飯でも食べに行こう。グロスが飛んできそう。あーうるさ。グロスがこの遠心力によってベチャッとつきそう。俺にウルチウルチウルチマイ、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 ウルチ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 マイ、ウルチマイじゃないやっけ。ウルチマイはお米の種類です。あーちゃんかわいいね。あ、ピンクと黄色のアチルとウルチ、熱帯アリンとウルチです。熱帯アリンと熱帯ウリン。うん、この前花あげた時もこの色だったけどね。でもね、好きなんだよね。こうなっちゃうよね。ピンクと黄色だもんね。こうなっちゃうんだよね。うん、あーちゃんとうーくんはピンクと黄色です。そうです、そうです。インカメちょっと広角なんだよ。え、そうなの？うん、うん、そんなことない。え、普通じゃない？普通か。 あ、これは普通か。ただ長いだけだよ。じゃあうーくん失礼でしょ。顔が長いの失礼なの？ん？顔が長いは失礼。顔が丸いも失礼。顔が臭いは？それは事実。俺の？うん。悲しいわ。よし、はいよー。あ、ウルチラー、ウルチラー。最近よく臭くないよね。そう。うん。ということで、今回も結婚生活よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。鼻毛を出す顔じゃんそれ。あー、ちょっともうちょっと入れるんだけどな。もうちょっと、もうちょっと待ってて。あげないな。いいな、今日。うん。鼻毛を出す顔って分かんのすごくない？私。すごい。今日はこれから二人でお昼ご飯をまったり食べに行ってきます。今ね、大観山ちゃんに来ました。大観山ちゃんにある、フレンチランチのお店にね、予約をして、来ました。大観山にいてはいけないこれが。ね、なんか結婚指輪変えようかなっていう噂があるね。そうなんだよね。そうなんだよね。私たちね、お金がそんなになかった頃に結婚したんで、ちょっと結構すごい、まあいいんだけど、別に高さじゃないし、高ければいいってもんじゃないからいいんですけど、ちょっとね、シンプルすぎるというか、もうちょっといけたろうみたいな感じなんですよ。わかるわかる。結構スパって買ったしね。メゾンポールポキュー。これなんかシャレ取るな、こういうの、こういう見た目。じゃあちょっと入ります。はーい。じゃーん、結婚記念日っぽいところ。うーくん顔きれい。照明の関係？なんかやっぱり画質がめっちゃいいわ。すごい。ああ、確かに。楽しみだね、ご飯。うん？うーくん何してんの？うーくん、うん、どんでんどんでんしてた。うん、
これから美味しい美味しいフランス料理が来るので食べます。写真撮ります。お願いします。あ、すごい。これはこのお店の名物のニシンのパイ包み焼きです。うわすごい、丸々1匹入ってるみたいですね。あのパイ生地で煮込んで焼き上げることで、はい、ちょっとふっくらと焼き上がります。すごーい。ソースショロンというあのトマトピューレを使った、このあの酸味の効いた軽やかなソースですね。これがあの自慢のソースでして、こちらで楽しんでいただきます。はい、楽しみます。